はい、どうも皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズでさーしゃ。ごめんなさい、失礼いたしました。はい、ということで本日なんですけれども、まあ、減量中ということもあり、少し、また検証企画をやっていきたいと思います。結構これまで幾度となく、まあ、テレビでも、そして、まあ、YouTube 上でも僕が見てきた、生卵。はい。握っても割れない説。なるほど。これをですね、まあ僕ら今めちゃくちゃトレーニングもしてて、まあかなり、まあ握力も含めてパワーがある状態。うん、まあただ減量中なんだけども、うん、まあそんな中で、まあ本当に卵って本当に割れないのかっていうのは、俺これ実際やったことなかったんだよ。俺もない。で、なんか、あの、筋肉隆々な人間が、みんなこう本気に握ろうとして割れないみたいなことが、本当なの？結構あって、かといってさ、これさ、やろうと思わないじゃん。思わない。だって割れたらめんどくさい。割れたらめんどくせえし、だから、まあ、こういうね、減量中の頭おかしくなってる時こそ、こういうことチャレンジしていくべきかなと思って。で、まあ、どうやら、この卵、まあ、今生卵買ってきたんですけども、これを、まあ、この楕円状になってるんだけど、どこかを、こう、潰すのではなくて、均等に全方位から力を加えると、割れないらしいんだよ。へー、いや、なんかもったいない。要するに、例えばこの間だけをギュッてやったら、これ割れちゃう。うん、割れる。ただこれを完全にこう囲って、ギュッて力入れたら、絶対に割れないらしい。俺なんか、もったいない。俺、そうだけど。いや、俺、ここで、あの、その、そういうね、あの、怪しい、系を、すべて真実を暴いていく系の、まあ、あの、サワヤンゲームズ。うん、これもゲームですから。これゲームだ。卵割れるか割れないかゲーム。だからサワヤンゲームズ、はい。よく聞かれるんだよ。なんでお前こんなゲームズにあげてるんだって。ゲームだ。ゲームだもん。うん、文句あるやつは出てけ。はい。はい。てことで、どうするどっちから行く俺から行こうか。ユンチュルから行く。多分ユンチュルの方が握力は、まあ、弱いと思う。一応ね。まずは卵に感謝しよう。万が一割れた場合。うん、割れたら、あの、こう、すぐ食べる。減量中だけど、まあ、あの、卵白はいける。卵白だけで、黄身はすくう、うん。黄身は、そうそう、すくって、まあ、あの、大地に返す。そうだね。はい。ってことで、じゃあ、ユンチュルから。いきます。一応ここに、まあ、ビニールなくていいけど、ね、ここに、次回。じゃあ、どうぞ、この上で。ここでやるよ。いいよ。均等にね、こう持って、こっからスタートね。グッて。よくついたの？ついたはずだけど。いきます。どうぞ。結構ガチいくよ。あ、カウントダウンしてね。3、2、1、おはようお兄ちゃん。もう最悪なことを言ってんじゃん。やばい。卵をあれねとか言って爆発したじゃないか。卵白すおい何やってんだよ。やべえことになる。俺、やめろよ、お前。どれが卵白でなおかもうわかんねえじゃねえかよ。もう俺やるまでもねえよ、これ。割れた。割れたな。ってことで、検証結果、生卵、握ると割れます。ちょ、俺、こうやってやったの？均等にやってた。割れるんだ。握力がめっちゃついてるから。そういうこと？絶対割れないから、一応らしいよ。見てみて。もうほんとここで。オッケー、じゃあちょっと下の方でやるわ、俺も。ここでね。怖いわ、お前の後でやる。俺もやんの。そういうことでもお兄ちゃんに言われた通りやった。くっせえ、マジで。いくよ。いい？ OK です。3、2、1。怖っ。ねえ、お前の見てあんまりやりたくないんだけど、俺。でも、割れないはずだからね。